季節の柿、種がこんなにたまりました。10トンかな。これやったらいけそう。これを小さいレモンに植えたらどうなるかやってみたいと思います。ペットボトルの上を切り、この辺に水が出る穴を開けました。穴を開けた位置よりちょっと上まで軽ま土、かなり上の方まで赤玉、柿の種、この上にもう一度赤玉、上まで入れて完成です。ここに種が入っております。来年春になれば発芽すると思います。これで完成。水をあげました。あんまり目立たない場所に置いてあります。また来年発芽した頃に動画うまくいけば投稿します。それと気になるのがこのやつ、何かわからんのですけど、細長い黒い種から出てきたやつ、あんな調子で種をいっぱい入れたもんで何の種か分かりません。この葉っぱを見て分かる人コメントお待ちします。